はい、皆さんこんにちは。今日もハオルチアが届きましたので開封していこうと思います。これはね、楽しみだったんですよ。すごく僕といえばこのハオルチアっていう風に僕も思ってはいないんですけれども、そう言ってくれる方がね多いんで、ついにね買っちゃいました。早速開けていきます。まあオークションだったんですけどね、今回は中国の方が送ってくれました。結構ねちゃんと梱包してくれてて、今までも海外の方から購入したことあったんですけど、結構ね雑い方多かったんですけど、この方なんかすごい丁寧な感じですね。さあ、お？あれ2つ入ってますね。あ、ラベルが入ってるかなんだろう。あ、おまけ付きです。嬉しい。おまけ付きは嬉しいな。え、すげえ嬉しいな。どっちだろう。つか、え、何これ、でかいな、おまけが。多分こっちがおまけなんで、異様にでかいんで、これ最後にします。で、僕が注文したと思われるのはこっち。あ、こっちですね。あ、すごいんじゃない。結構、あー、出た。だいぶね、脱水気味なんですよ。まあ、輸入苗だと思うんですけれども、こちら、紫オブツーサ錦です。ね、僕は結構紫オブツーサ大好きなので、ついにね、紫オブツーサ錦に手を出してしまいました。頭のね、てっぺんには毛がないタイプだと思うんですけど、ちょっと詳しく見てみますね。若干ね、トゲありますね。この背面のところとかに、うっすらね、てんトゲがあるんですよ。ひょっとすると、完全に紫オブツーサン錦っていうよりは、交配されたものなのかもしれないです。トゥルンカータとかのね、錦とはまた違うような感じの風合いなので、まあこれはこれでいいかなとは思います。ふまわりもかなりいいんでね。今もかなりシワも寄ってるので、もうちょっと育ててみないと、実際に紫オブツーサンなのかどうかは、この段階では分かんないですね。ちょっとうちのとはまたタイプがね違うような感じはしますけれども、でもいい感じのふまわりです。じゃあいよいよこれですね。おまけなんだ、でかいのかな。こんなんなっててめちゃくちゃちっちゃかったら面白いですけどね。あ、めちゃくちゃちっちゃいパターンでした。めちゃくちゃちっちゃいけど、あれ、こっちが出品のやつか。すっごい特上譜なんですけど、ちょっとオークション画像見てみますね。すいません、皆さん、全言撤回です。後から開けた方が僕が注文したやつでした。いやー、まあ、すいませんでした。まさか、紫オブツーサ錦が2つ入ってるとは思わなくてですね。開けた瞬間に出てきた方を注文したやつだと思ってました。ね、こうやって見比べたら、周りの良さ全然違うじゃないですか。いや、これも結構いい方だと思いますよ、このおまけの方も。おまけの方もかなり風の周りいいし、これ多分人によっては極上風とかで売るようなものだと思うんですけど、僕買ったやつ、桁外れに、良かったです。すべての葉っぱにめちゃくちゃ風入ってます。まあ、こちらもですね、僕が普段お見せしている紫オブツーサとは、ちょっと性質が違うような葉っぱはしているんですけれども、それを踏まえた上でも、これめちゃめちゃふまわりいいですね。あ、これ買って良かったですね。実はこれオークションの時に、同じ紫オブツーサ錦が2つ出てたんですよ。で、僕が買うよりも安かったんですよ、もう一本の方が。安く落札されたんですね。だから、いや、なんか、ちょっとタイミングとか入札の金額間違ったかなとかっていう風に思ってたんですけど、いや、これ、全然ありですね。全然ありっていうか、多分、こっち落札してよかったんじゃないかなと思います。そのぐらいとんでもない負の回り方してますね。これ下手したら、ノリ負になるんじゃないっていうぐらい、すごく負回ってます。まあ両方ともね、カッピカピな状態なので、しっかり養生していこうと思います。
はい、では植え付けていきますね。今回は軽石単体で植え付けていきます。最近ですね、こういう輸入苗とかのもう休眠してるような状態のものとか、あと根っこがもう結構弱ってるようなもの、そういうのは基本的に僕は軽石単体で植え付けるようにしています。こういう脱水状態になってるやつって根からなかなか水吸いづらいんですよ。しばらくこう水気のあるようなところに置いてあって、で目が覚めると吸水し始めて、だんだん膨らんでくるっていう感じなんですよね。なので最初のうちに水持ちがいいほどに植え付けてしまうと、吸水できないのに根が水に浸かってるような状態になって、根腐れとかの危険性が出てくるかなっていうふうに個人的には思うので、最近は軽石単体でやってます。この間ね、うちにやってきた赤い鳥、一瞬来たスターサファイアですね、こっち側、これも、動画撮影した時に行ってカッピカピだったんですけれども、今ではこんな風にぷっくりしています。これもね、軽石単体で植え付けたやつですね。水はけもいいので、無駄な水が用土の中に残りづらいですし、しっかり粉塵も取り除いているので、通気もすごくいいです。で、何よりやっぱ乾きやすいんで、水分のコントロールがしやすいんですよね。立ち上げの時は軽石はすごく役に立つんじゃないかなって思います。自分の注文したやつの姿を覚えてないのかって話ですよね。そう、覚えてなかったんですよ。もう最近いろいろね、ちょっと注文しすぎててね、わかんなくなってるのもあるんですけどね。もう紫オブツーサを頼んだっていう記憶しかなくて、どんな見た目だったかっていうのを全然覚えてなかったんですよね。こういうのはね、ちょっと騙されちゃう可能性あるから気をつけないと皆さん危ないですよ。ね、反面教師だと思って。はい、軽石に植えるとこんな感じ。多少見た目良くしたいんで、赤玉の細粒も化粧で乗せてきますね。あまり深くね、土に埋まってると、この根元のところとかが群れて腐っちゃったりとかする可能性があるので、ちょっと気持ち苗を抜いてやります。本当にね、このちょうど根元の部分が土に触れるような感じですね。じゃあこれで鉢の中の汚い水が流れ切るので、上から水をかけ流します。はい、綺麗にしてきました。それぞれね、色なんかちょっと違うっぽいような感じはしますよね。でも多分ね、これは、まあ、こっちが僕が買った方で、こっちの右側がおまけですね。僕買ったやつの方が赤っぽい気がしますけれども、これは多分ね、日当たりの違いだと思います。こっちの方が日に当たる環境だったので、赤系の色素がしっかり乗って、ピンクい感じになってるんじゃないかな。葉っぱの雰囲気とかはもう完全に一致してるんで、多分同じ種類だと思うんですけどね。特になんかラベルとかがあったわけじゃないんで、うん、なんとも言えないですけど。はい、こちらですね。最近ラベルライターを買ったので、オリジナルのタグを作ってます。黒のラベルに金色の文字、まあ、こういう一手間があるだけですごく高級感が出るんでね、ラベルライターでオリジナルのラベル作るのっておすすめですよ。こんな感じ。透かしてみましょうか。はい、こんな感じですね。窓がちょっとしぼみ気味なので、あまり光はしないんですけれども、斑がすごく綺麗に入ってますね。ほんといいね、斑の回り方してる株ですね。これは嬉しいな。楽しみ。はい、というわけで今日はこちら。紫オブツーサ錦の開封をさせていただきました。ちょっとね、ごたごたっとしたところはあったんですけれども、少しでもね、僕のワクワク感というか、もう楽しみすぎるこの気の焦りみたいなのが伝われば嬉しいなと思います。ほんとね、すごい待ちに待ったっていう感じだったんで、もうね、あまりにも嬉しすぎて、最初の方洗濯機回してる音入っちゃってるかもしれないです。聞きづらかったら申し訳ない。もう洗濯機回してることすらね、頭にないぐらい急いで開けちゃったんですよ。届いた植物の開封ってやっぱ楽しいですよね。
はい、というわけで今日の動画は以上となります。皆さんご視聴ありがとうございました。ではまた。バイバイ。